どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、こちらですね、嬉野温泉55キャンペーンということで、お一人様最大交通費3万円キャッシュバックキャンペーンっていうのがえ、9月1日からですね、開始になります。で、こちらのキャンペーンですね、お一人様交通費が最大3万円キャッシュバックって書いてありますよね。ですので、まあ、交通費がね、助成されるっていう感じの、まあ、キャンペーンになっているわけなんですけども、こちらね、対象をね、ちょっと見ていただきたいんですけども、 対象条件ですね。出発の前日までに代表者が助成金システムに助成金枠登録完了の上、嬉野温泉駅乗車または降車し、片道のご利用も OK。かつ、嬉野温泉旅客組合に加盟している温泉施設に宿泊したものがね、対象って言った形になるんですよね。 で、またですね、こちらね、ご利用の流れということで、え、助成金申請書ご持参の上、嬉野温泉駅の改札特設デスクで、え、スタンプ。またね、え、宿泊施設より、あ、サインですね、失礼します。サインで、え、宿泊施設よりスタンプをもらう。ま、これがね、条件っていう風になってるんですよね。 ですので、これね、問い合わせた方がね、いらっしゃいまして、交通費の領収書がうんたらかんたらっていう情報が入ってないですよね。ですので、これをね、ちょっと聞いた方がいらっしゃいまして、まあこれね、あの、嬉野温泉ということで、佐賀県のキャンペーンなんですけども、東京からね、この嬉野温泉に行って、まあ利用して、で、この3万円キャッシュバックをね、まあ受けられるわけなんですけども、まあ特典航空券で行った場合はどうなりますかってね、問い合わせた方がいらっしゃいまして、 これね、OK をもらってるっていうふうになりますんで、まあ、一応こちらね、交通費のね、あの、もらえるようなキャンペーンなんですけども、一応ね、交通費がいくらかで、まあ、いくらみたいなね、キャンペーンではなくて、駅でね、サインをもらって、またね、宿泊施設にスタンプをもらったら、まあ、交通費分として、まあ、3万円がいただけるキャンペーンっていうふうになりますんで、 これはね、かなり激圧のキャンペーンなのではないのかな、なんていうふうに思いまして、まあ、今回ねえ、動画にさせていただきました。で、こちらですね。 詳細をね、えー、見ていきたいなと思うんですけども、まずね、こちら期間がですね、2023年の9月1日から12月の22日までということで、で、キャンペーンの内容ですね、嬉野温泉駅を利用して、嬉野市内の対象宿泊施設に宿泊された方に、えー、交通費を助成いたしますというキャンペーンになります。で、期間なんですけども、えー、2023年の9月の1日から12月の22日、な、えー、くなり次第終了っていった形になります。で対象の 条件がですねこちら、ちょっと先ほど読み上げましたのでね、まああの、軽くいきますけれども、出発日前日までに代表者が助成金システムに登録完了の上、嬉野駅、温泉駅で乗車または降車し、かつ、温泉施設で組合加盟しているところで宿泊したものは対象で、小学生未満の方は対象外。 で子とと大人は同額とするって言ってた形になりますでまたね外国人の方も日本の金融機関の口座を持っている方ね対象っていう風になっておりましてで今回のねこの3万円最大ね、まあ、いただけますけどもこの最大ね3万円もらえるのはまあどういう人かっていう話ですよねでこれがですねエリアに分かれておりましてこちらがですね、まあ、日本地図でこの紫色になってるエリアありますよねこのエリアに住んでいる人は3万円 もらえるっていう風になります。だから東京、神奈川とかね、かなりの範囲の方が3万円もらえるエリアっていう風になりますよね。で、こちらね、黄緑色のところが2万円ですね。こちらね、こんな感じで黄緑色の部分が2万円。で、熊本、大分に関しては1万円。 で、福岡、長崎が、えー、5000円で、えー、佐賀県内の人が3000円ってった形になります。で、ご利用の流れということで、えー、まずね、えー、前日までに特設サイトで事前登録。で、二つ目ですね、助手席申請の上、えー、嬉野温泉駅特設デスクで、えー、サインで宿泊施設よりスタンプをもらう。 で、チェックアウト14日以内に申請処理アップロードするということで、そしたらね、助成金が振り込まれるって言った形になります。で、こちらね、対象施設は8月24日公開予定ということで、嬉野温泉旅館組合に加盟している、まあ、ここのね、施設がどこなのかっていう話なんですけども、これがですね、なんとこちらなんですけども、これね、見ていただきたいんですけども、フェアフィールドバイマリオットがですね、こちらね、入ってるんですよね。 はい。ということですんで、今回のキャンペーンですね。もしかしたら、このね、フェアフィールドマイバリオットがね、入ってくるかもしれないんですよね。まあ多分ね、公式サイトに載ってるんで、多分入ってくると思うんですけれども、一応ね、現時点では、 まだね、あの、公開されておりませんので、まあ、予想としてはね、多分入ってくると思うんですけども、こういった形になってるんですよね。で、このね、フェアフィールドバイマリオットがね、こんな感じで入ってますよね。で、これがね、いくらかっていう話なんですけども、こちらがですね、えー、フェアフィールドバイマリオット佐賀嬉野温泉なんですけども、一泊ね、1万5千なんですよ。いいですよね。で、このキャンペーンがですね、一人ね、1万円のね、交通費キャッシュバックっていう風になりますんで、 これがね、えー、先ほどから話してる通りね、特典航空券でも OK ってなればですね、こちらですね、ほぼ実質無料でね、利用することができてしまうって言った形になるんですよね。で、このね、あの、嬉野温泉駅っていうのはどこにあるのかっていう話なんですけども、これがですね、ちょうどこれがね、あの、嬉野温泉駅で、えー、利用しやすい空港はね、福岡とか長崎になると思うんですけども、こちらね、ずっと拡大していくと、 これが、ね、嬉野温泉駅になるんですの、ね、で,でここでねあの駅でねあの特設デスクでスタンプをもらって宿泊施設する利用するわけなんですけどもフェアフィールド・マイリオットねどこにあるかっていう話ですよねここにあるんですよはいですのでこれね目の前にあるんですよね駅のはいですのでこれめちゃくちゃ利用しやすいですよね でですのでもしねこのホテルがね対象であればですねかなりね利用しやすいのではないのかなっていう感じなんですよね。まだいいたまあ9月の価格でこういった形になりますしね。はい、でじゃあね、ねこの嬉野温泉駅までねどうやって行くんだっていう話なんですけども。 まあ先ほど言った通りですね、一番近くてね、利用しやすい空港が、まあ長崎と福岡ということで、まあこちらね、あの陸路でね、行く場合、まああの、同じぐらいの距離なんですけども、長崎の方がですね、非常に行きやすい、またね、あの、お値段も安いということで、ちょっとこちらもね、私調べてみたんですけども、こういった形になりまして、片道ね、1時間半ぐらいでね、行くことができて、総額1590円で行くことができます。長崎空港からバスで移動 動しててていいいただいてそこからね電車っていう感じですねでこれでね片道1590円でね行くことができるっていうふうになりますんで、まあ、往復でもね3000ちょっと超えるっていうふうになりますんで、まあ、先ほどねこのフェアフィールド・バイ・マリオってね、まあ、1 5000円しますけどもまあ交通費を入れてもまあ1 8000円ぐらいでね利用することができて助成金でねまあ3万円いただければですねまああの。 お釣りまでね、来てしまうということで、まあ、現地のね、まあ、このフェアフィールドバイマリオットっていうのは、あの、ステータス持っててもね、朝食つきませんので、まあ、そのね、現地のね、飲食代にするっていうのも、まあ、かなりね、いいのではないのかな、なんていうふうに思うんですよね。もしかしたらですね、これね、一人3万円なんですよね、このキャンペーン。ですので、これ二人で行ったらね、もしかしたら6万円もらえちゃうかもしれない。っていうことですよね。 ま、特典航空券ね、まあ、もしかしたらね、昨日 OK っていうね、回答をいただいた方がいらっしゃいましたけども、まあ、今日になってね、私が問い合わせたらダメだってなるかもしれないですし、ま、あこの9月1日までね、始まるまで少し時間がありますんで、まあ、もしかしたらですね、それまでに、まあ、特典航空券は NG みたいなね、まあ、そういったのが記載されてしまうかもしれないんですけども、まあ、現時点ではですね、かなりね、お得なキャンペーンっていう風になりますんで、こちらはね、ぜひね、チェックしておいていただきたいな、なんていう風に思うんですよね。 ということで、今回ですね、嬉野温泉開業1周年記念、嬉野温泉55キャンペーンをね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、現時点ではですね、特典航空券 OK っていう話をいただいておりますので、まあ、それになればですね、まあ、こちらはね、利用することができると思うんですけども、フェアフィールドバイマリオットがね、対象かどうかっていうのは、まだね、決まっておりませんので、もし対象だったらですね、これはめちゃくちゃ激アツですよね。 はい。マリオットボンボイのね、使用されている方とかもですね、あの、かなりねえ、利用したい方もね、多いと思いますし、まあ、そうでなくてもですね、まあ、マリオット止まんなくてもですね、まあ、ほぼほぼね、無料で利用することができるのであればですね、まあ、かなりね、お得なキャンペーンっていう風になりますし、私のね、チャンネル見ている方は、ANA マイル、JAL マイルね、保有されている方ね、かなり多いと思いますので、まあ、このキャンペーンで,ですね、せっかくなんでね、佐が行ってみたいっていうのもね、かなりいいと思いますので、ぜひね、覚えておいていただきたい ななんていいう,うに思いますということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に,に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ